栗原市にある JA 新宮城の子会社で男性社員が不正経理を繰り返しおよそ2億円を外部に流出させていたことが分かりました関係者によりますと不正経理を行っていたのは新宮城サービスで中古車販売を担当していた管理職の50代の男性です男性は2011年以降請求書を偽造して中古車の取引があったように装い 販売業者におよそ2億円を送金していました今年4月の監査で車の販売に対し未就金が多すぎると指摘されその後の調査で発覚したということです男性は聞き取りに対し不正経理は認めていますが資金の横領は否定しています流出した資金の流れや動機は分かっておらず新宮城サービスでは 警察への被害届の提出も検討しています。